Thank you for clicking It's Starting Now. なんで俺はこんな砂浜で寝とったんや？思い出せへん。いや、そもそもの話、俺は誰や？ノアのおかげで命拾いした。おじさんが記憶取り戻すまででいいからさ、俺も島の外連れてってよ。父ちゃんには内緒で。海賊ごっこ、ちゅうことか？悪くない響きやの。記憶喪失で目覚ましてたったの2日、俺は海賊の船長になって海に漕ぎ出した。あいつらなんなん、コスプレかいな。マッドランテスってとこから来てんだよ。ギャングとかマフィアのたまり場の島。こっちも行くで、取り火事いっぱい。行く手に待ち受ける数々の冒険はお宝をめぐる戦争になっていくわけや。ブライス亡き今、マッドランティスはいくつかの犯罪組織で運営されてる。そのうち一番でかいのがクイーン・ミシェルってバーサの組織だ。よく来たね、キャプテン真島に五郎丸の皆さん。マッドランティスにはカジノも女の店もあるが、パイレーツ・コロシアムに一番金が動く。海賊王レイモンド・ローだ。見事なデビュー戦だったな、船長。やっと会えたな、兄弟。兄弟はやめ言うてろや。この先ずっと記憶喪失のままでいいのか。ヤクザの大幹部だったんだろ。記憶戻らんかったらこのまま海賊稼業続けんのもありか。